春。それは植物、動物、命あるものが躍動する季節。そして新緑に彩られる渓流もまた生命感に満ち溢れる。長い冬が終わるのを待ちわびた釣り人にとって、水ぬるむ川は特別な空間なのだ。今回の伝心伝承は、そんな春の渓谷で色鮮やかな魚アマゴを狙う。アマゴはええで、すがすがしいってなんか知らん。大体好きじゃん。まあ、もともと好きだったけどな。もともとは好きだったっけど、こっちで育っとった感じだったけど、あの昔だったら暗いうちに出とかしょったけど、今さっさじゃんだろう。もうこれでいいよ、別に。もう自分が細い時っていうのはな、釣りでないんよな、食料やでな、昔から。イダでもハイモでもな、あのミナホでもな、食うためにしようやってとか。だけどもうこれ年いたらもう舞台となるのは徳島県那珂川。高知県との県境に位置する上流域は、記載が幼少期を過ごした思い出の地。毎年3月1日に解禁となる那珂川水系には、本流だけでなく数多くある小さな支流にもアマゴが生息。心躍る景相が続く美しいフィールドだ。朝光日前日、鳴門にある記載の自宅を訪れてみると、うわ、すっげえ綺麗になってる。うわ、でかっ。これ実は、ええわ、ええわ。急に動かなんでしょ、落とせなんでいいけど、あんま近いとあかんのか、ちょっと音もあかん。急にキュッと動いたら絶対出てくるから。そうなんですか。いかがくなるんですよ。色は大問題ですけど、まだ黒になるし。観賞用熱帯魚ディスカスを10匹以上購入。ここ1ヶ月は家の水槽をリニューアルするため大忙しで、アマゴの仕掛けも作っていないとのことだ。記載の原点ともいえる釣りであり、春の恒例となっているアマゴ釣り。果たして今年はどのような兆候になるのだろうか。美しい鳥のさえずりが響き渡る兆候1日目の朝、記載が宿から出てきたのは日もすっかり高くなった午前9時前。朝はあくせくしないのが記載の渓流釣りなのだ。これをつけるんだけど、これこうじゃけん、こっちつけたらええんか。こいつこれちゃんと指に合わせてくれたの。中ですか。いや、もう我慢かと消化で、いや、3年がしたけど、ビランって。これは音だろ。でこれだけ冷たいで、こう冬で痛いんよ、これ出とったら。今回はアマゴ釣りが大好きな四国の仲間2人が同行。これちょっと入れて、入ったか。餌には最高級のイクラを使用。冷凍保存できるので、まとめ買いすれば意外とリーズナブル。このイクラも去年余ったものだ。うん、上等と思うで、うん、大丈夫大丈夫、うん、水分抜いたのがちょっと近いようにな。よし、実験してみよう。実験その1を。こんな宿の前に。大丈夫大丈夫。こう、うん、こういうとこ一番放流用でするの。もう鍵は閉めとけ。もうこの色を今度変える、デザインを変えるけんな。アユも変えるけんな、デザイン。どこの色。僕大体こんなとこブルー入れんだろ、普通。多分ここも入れるんちゃう。ここをちょっとホワイトゴールドに変えて、もうちょっとあとこのくらい何個にしないかな、これ多分。さあ行ってみよう。ふっこの日は那珂川水系最大の支流、坂州木頭川木沢エリアで竿を出す。まずやってきたのはエントリーしやすい宿の前。今年は雨が少なく渇水気味とのことだが、ここなら所々に縁があるため魚もたまりやすそうだ。いざ釣り開始。
と思いきや、ただよ、仕掛けがよ、どれかわからんねえな、理論的に言うと何も触ってないねん。よし、繋いでみようか。もう車内が腹くって皿作るわ。この黒いやつは見えんな、この細い剣。誰が作ったの？作ったやつかね、これ考えたやつかな、アホめが。あるわ、こんな見えます。釣れたんか、まだか。もう竿出さなあかんないって、先出せって言ったら、ね、よっしゃ、よう見えますね。よう見えますねったってお前長っ、全然ちゃうじゃないかお前。いやいやいや、準備してこなかった代償をここで払わされることに。記載はせっせと仕掛け作り。針は何なんですか？グリューの13号。これはもちろん記載の冗談。実際はヤマメ針の5号を使用。開けとうわ。これはちょっと長めやけどいけるよ、ね、これもここ入れないかんの、これを。はあ。ようよできた。ヒーヒー言わされた。釣れたん。何が早よ釣れっちゃ。川辺に降りてから30分。ようやく準備が整った。記載がこしらえたのはオリジナルの日本針仕掛け。なぜこの仕掛けなのか。その真相については語らないが。破天掛けするためのものではないとのこと。アマゴは警戒心の強い魚。キサイは水際から距離を取り仕掛けを振り込む。なんとこ見るとちょっと薄いんか、やっぱり。あ、触ったわ。おらんこともないんじゃ。あれ、後から食ったやつがきれいにこれがほどけてないわ。あった、一個になったこと。ほどけとるわ。かかっとったやな、話。あんな後から食ったやつ、お前。一本針は取れてしまったが、記載はそのまま次の投入。一回で終わりか。なんやこれ。今度はかけた。アマゴだ。本命のアマゴをキャッチ。これなんか色悪いな。なんか黄色っぽい。赤っぽいだな。赤っぽい。どう？あ、そうですね。これね、取れんね。何これ。食い頃。やっぱおるんはおるな、こりゃ。うん、お茶。
んな水少なくても。いやだからこれで次わしが行くとこはこう見たらどんなことか分かる。もうちょっと上エンテのとこ行くんだけどな、さっきこう近いけんこう様子見たら、おおくくろうかもうしゃあないけん。これどまた9時かかるのこれこれはもう絶対奥行ったらいけるな。おるわおるわ。ということは目的地行くか。もうその方が勝負早いやからな。日本針仕掛けで釣りを再開。記載の言う目的地とは上流にある堰堤。ここはあくまでも様子見ということであるが、行こうか。やっぱりほら薄い。魚影が薄いのか、それとも渇水の影響で杭が渋いのか、当たりが頻発しない。そこで記載は狙う棚を底付近にシフト。餌が底を這うようにゆっくりと誘っていく。すると痛いと湿った。これ魚が冷凍庫に入ってないか湿ったそうか、ほんまにそうか。あんまり板上がんのってもんでこいっつっとけよ。あんまり遠くいたって場所変わるけんと言いつつも、気になるスポットがあればついつい竿を出してしまうのが釣り人の差が。記載は少し下流のトロ場をチェックする。まっともに近くろうた今のは。あいった。あいミューランド。アマゴなんか掘るばっかり見よったらお前どうやって釣ったのか、どうしたら釣れるのか知りたい方は釣りビジョンクラブをチェック。クラブ会員にはもっと釣りが楽しくなるスペシャルな特典が盛りだくさん。釣りビジョンクラブ。